アメリカ合衆国カリフォルニア州北部ラッセン軍の都市であり、同軍の軍庁所在地である。軍内南中部のスーザン川沿いにあり、標高は4186フィートである。2000年国勢調査での人口は13541人だったが、2010年では17947人となり、32.5%増加した。 元は製材業と工業の町だったが、現在はハイデザート州立刑務所とカリフォルニア共生センターのある町になっている。ハイデザート州立刑務所は最高警備施設であり、1995年に開所した。カリフォルニア共生センターは最小中程度警備施設であり、1963年に開所した。この刑務所とその町に与える影響は、 PBS テレビのドキュメンタリーシリーズ番組 POV のアメリカの刑務所の街で特集された。スーザンビルは初期の開拓者アイザック・ループの娘スーザン・ループにちなんで命名され1857年に採用された。1860年にスーザンビル郵便局が開局され1900年に姿勢が敷かれた。スーザンビルは 北緯40度24分59秒成形120度39分11秒、北緯40.241639度成形120.65306度、40.241639-120.65306に位置する。標高は約4258フィートである。アメリカ国道395号線によってネバダ州リノに向かう入り口と考えられている。 アメリカ合衆国国勢調査局によれば、地域全面積は5.9平方マイルであり、このうち陸地は5.9平方マイル、水域率は0.17%である。イーグル湖町の北15マイルに、イーグル湖がある。スーザンビルの気候は、ステップ気候であり、雨が多く寒い冬と、大変暖かく大半は乾燥した夏が特徴である。1月の平均最高気温は、 下肢40.4度、最低気温は下肢20.8度である。7月の平均最高気温は下肢88.8度、最低気温は下肢50.8度である。年間平均で下肢90度以上になるのが34.9日、下肢32度以下になるのが153.8日ある。年間を通じて毎月氷点になることが記録されてきており、 夏の夜は大変冷涼である。過去最高気温は1928年7月25日の下市106度、最低気温は1956年2月1日の低、歌詞23度だった。年間平均降水量は15.26インチであり、計測可能な降水比は平均して年間59日ある。 最も降水量の多かった年は1907年の33.51インチ。最も少なかった年は1976年の5.33インチだった。1ヶ月間の降水量が最も多かったのは1907年3月の12.30インチ。24時間雨量で最も多かったのは1897年1月31日の5.04インチだった。 降雪量は年平均36.0インチである。最も降雪量が多かったのは1937年の89インチだった。1ヶ月間の降雪量が最も多かったのは1895年1月の65.5インチだった。以下は2000年の国勢調査による人口統計データである。スーザンビル中心街カリフォルニア州議会では上院の第一及び 会員の第3選挙区に属している。連邦議会会員ではカリフォルニア州第4選挙区に属している。クック投票動向指数は共和党プラス11である。2010年時点ですべて共和党議員が務めている。地域の主要なニュース情報源は毎週火曜日に発行されている新聞ラスグンタイムズである。クエンティン・タランティーノ監督の映画レザボアドックスと ジャッキー・ブラウンの中でスーザンビルが言及されている。レザボアドックスの中ではマーセラス・スパイビーがスーザンビルで風雲の中で20年間を過ごしているとジョーが語っており、またジャッキー・ブラウンの中では登場人物のレイスがスーザンビルのおそらくカリフォルニア共生センターで4年間を過ごしたと言っている。俳優のダニー・トレホは スーザンビルのカリフォルニア共生センターでいくらかの期間、勤めている。1989年の映画、ピンク、キャデラックの中で、スーザンビルはネバダ州リノからほんの25マイルと語られているが、実際には86マイル離れている。バンド、バンダルズのアルバム、ザ・バンドルズ、プレリアリーバッド、オリジナルカントリーチューンズの中に、スーザンビルという大の歌がある。 この歌は長い間運転してきたので、貨物が何であるか、どこに向かっているか思い出せないトラック運転手を歌っている。彼はスーザンビルで、メアリーという名前の少女を思い出すが、その後の歌詞の中でこれは、メアリーズビルにいるスーザンという名の少女である、可能性が出てくる。ラッパーのスパイス1はその歌の一つで、彼の友人がスーザンビルの刑務所で刑期を務めたと語っている。 ハワード・ジーフが監督し、ジェームズ・カーン、ピーター・ボイル及びサンドラ・ケラーマンが出演した1973年の映画スリザーでもスーザンビルが言及されている。ありがとうございます。